大根の害虫チェックは防虫ネットの上も要注意です。防虫ネットの上に発生するこの黒い虫、見逃していると大根がボロボロになりますよ。防虫ネットの上を見ると黒い甲虫のような虫が歩いていることがよくあります。これハムシといって、ウリハムシなどと同じ害虫の一種です。主に大根の葉を食害するので非常に厄介です。このハムシの厄介な点を一つ見ていただきましょう。このようにハムシは危険を察知すると下に落ちて危機から回避する特性があります。なかなか捕殺が難しいので要注意ですよ。対策ご紹介します。歯ブラシなどに糊をつけてペタペタと触れてくっつけてみましょう。これで撃退をしてみてください。ハムシはネットの中に入るとどんどん増殖するので注意してください。またね。